はい、じゃあ続きいきましょう。流行り紙です。さあ、変な女の子出てきて、情報を聞いていきます。小暮さんの言葉に驚いた少女、飛び上がるようにして逃げてしまった。小暮さんにしてみたら、ごく普通に質問したのかもしれない。しかし少女にとっては叱りつけられたように感じたのだろう。小暮さんの風貌には実際にそれぐらいの迫力があるのだ。僕は小暮さんの血液恐怖症や、意外と乙女チックな部分を知っているからこそ忘れかけていたが、ちょっと待って。忘れかけていたが、初対面の人にとってはかなりの圧迫感を感じる風貌に違いない。逃げることないであります。小暮さんはそう言って顔をしかめたが、僕が子供だったとしても今、きっと今の少女と同じように逃げ出していただろう。まあね、ちょっと怖いですからね、小暮さんはね。若干顔は怖いからね。そんなことを考えていると、授業中の教室から2人の少女がごく当たり前のような雰囲気で廊下へと出てきた。すぐ目の前に僕たちがいたのだが、そんなことにはまるで気づいていない。むしろ僕たちなど眼中にないようにすら見える。授業を放り出してどこへ行く気だ？おしゃべりするでもない、お互いに顔を見合わせるでもない、同じ歩幅、同じ歩調で廊下を進む。その後ろ姿が僕には妙に引っかかった。二人に少し話を聞いてみよう。二人をしばらく観察してみよう。どうしようかな。髪型が知りたいね。さっきの子はもう絶対違うと思うねんな。長髪なんですよ、長髪。二人をしばらく観察してみよう。下手に声をかけてさっきの少女のように逃げ出されてはまずい。二人がどこへ行くつもりか、このまましばらく観察してみよう。授業中やぞ。隣の小暮さんに静かにうなずいてみせる。小暮さんは心得たと言いだけに拳で胸を叩いた。そして、何をしてるでありますか？出たー出たー、暴走。違う違う違う、今は授業中なのではないですか？あかん。次の瞬間、小暮さんが少女たちの背中に呼びかけた。僕が小暮さんの口を塞ぐと同時に、2人の少女はこちらを振り返り、キャーと必要以上の叫び声を上げ、教室の中へ戻っていった。またであります。自分の顔はそんなに怖いのでありますか？小暮さんは完全に沈み込んでいる。ただ僕には、少女たちは小暮さんに驚いたのではなかったように見えた。ほう、少女たちの目は小暮さんよりももっと遠いところを見ていたのではなかったか。え、その視線が見ていたのは僕の後ろ。僕が振り返るとそこには瀬尾さんと柳井校長がいた。校長、ビビられたのか？瀬尾先生、ちょっと来てください。3階まで走ってきたのか、柳井コーチは息を切らせながら言った。その様子は明らかに慌てた様子だった。瀬尾さんもそれに気づいたのだろう。何かありましたか？と慎重に聞き返す。柳井コーチは僕たちとは目を合わせようともせず、瀬尾さんにただ職員室へ来るようにとだけ言った。すみません、ちょっと職員室まで行ってきます。瀬尾さんはそう言うと、柳井コーチと共に職員室へと走っていった。何かあったんでしょうか？僕は鴨泉警部補に言った。私たちには聞かれたくないって感じね。僕たちも職員室に行ってみましょうか。あの校長の様子だと今は何を聞いても無駄でしょうね。もうちょっと学校の中を調べましょう。その鴨泉警部補の言葉に従ってもう一度学校内を調べてみようと思った時、ガラガラと音を立て教室の扉が開いた。出てきたのはさっきの2人の少女だった。おお、来た来た。おっと、長髪と、なんじゃこの髪型。高木ブーね。周囲を見渡すと意を決したようにうなずいてどこかに行こうとしている。僕たちがいることなどまるで眼中にないようだ。小暮さんが怒鳴らないうちにと、僕は少女たちに近づいた。ちょっといいかな。こいつはヤンキーくせえな。こいつなんか悪いな、顔がもう。え、僕は首里城勇者。ウォシュレット警部補だ。警部だ。名前を教えてもらっていいかな。五十嵐さや。いい名前だな。柴田愛。なるほど。背の高い方が五十嵐さん。そして、君は柴田さんだね。二人は不安そうにうなずく。どこに行くの？授業中だと思うんだけど。僕はできるだけ温和な顔で少女たちに聞いた。少女たちは今度は逃げるわけでもなく、ただもじもじとうつむく。別に怒っているんじゃないから安心して。少女たちは二人でしばらく顔を見合わせた後、僕に思わぬ答えを返した。学習棟の3階のトイレに行こうと思いました。え？なんで？なぜ？学習棟3階のトイレ？それはつまり血痕の発見されたトイレに他ならない。柳井校長の方針もあり、血痕の話は生徒たちには伏せられているはずだ。つまり血痕のこととは関係なく何かしらそこに行く用事があるってことか。わざわざ学習棟まで行くつもり？野次馬としてトイレを見に行くというわけではないだろう。
彼女らはどんな理由があるのか、なぜ3階のトイレに行くのか聞いてみよう、うん、聞いてみよう。3階のトイレにどんな用事があるの？うんこです。僕は少女たちに聞いた。しばらく黙っていたが、背の高い少女が口を開いた。赤いちゃんちゃんこ。おっとおっと、え、赤いちゃんちゃんこが出たんじゃないかなって思って。赤いちゃんちゃんこ、こいつら完全になんか知っとんな。ちょっとその話詳しく聞かせてくれるかな。その赤いちゃんちゃんこ、3階のトイレに赤いちゃんちゃんこが出るって噂があって。背の高い少女五十嵐さやはそう言った。それを確かめに行こうと思ったんです。五十嵐さやの言葉を受け取るように、今度は背の低い少女柴田愛が言った。その赤いちゃんちゃんこって何なの？隣で聞いていた鴨泉警部補が僕を見て聞いた。そう聞かれたところで僕にもはっきりとは何のことかわからない。僕が首をかしげると、五十嵐さやが赤いちゃんちゃんこのことを語り出した。赤いちゃんちゃんこはこの学校に出るお化けです。今まで何人も見たことがあって、隣のクラスの人も見たって言ってたし、女の子は殺すって言われたらしくて。はあ、そう。鴨泉警部補の興味は音を立ててしぼんでいくのがわかる。しかしその赤いちゃんちゃんこが出たんじゃないかとはどういうことでありますか。どういうことよ、ほんまに。なんでその出たんじゃないかという、なぜその疑惑を持ってるのかということがね、気になるところですけどね。鴨泉警部補と入れ替わるように今度は小暮さんが聞き返した。話によれば少女たちは昨日来た、来てるな、もう一人の友達と3人で学校に残って肝試しをしていたのだという。3人っていうのは誰がいたのかな。そいつや、もう一人や。あの結婚の正体はそいつとしか考えられないですよ。私とこの愛ちゃんと、あとは清美ちゃん、清美、ワニブチ清美かね。さやが背の低いもう一人の少女柴田愛に同意を求める。清美ちゃんというのはこの二人の友人で、ワニブチのお姉さんらしい。で、清美ちゃんが赤いちゃんちゃんこのトイレに行ったら、そしたら、え、ゴクッと生唾を飲み込む音が聞こえた。それは明らかに小暮さんの喉からそっちかい聞こえた音だった。声が聞こえて、うん、声っていうか、キャーって叫び声みたいな感じの声がして、叫び声。そしてこの二人の少女たちは恐ろしくなって逃げ出してしまったのだという。だから多分本当にトイレに赤いちゃんちゃんこが出たんじゃないかって思ってね。これまずいぞ。これ完全にもう確信ついてきますよね、ここでいきなり。二人の少女はそう言うと深刻そうな表情をした。いや、まず所在確認やな、清美を。うわ、やっぱ休んでんねや。それに清美ちゃんは今日お休みしてるし。休み？その清美ちゃんは学校に来てないの？来てない、お休みしてます。もしかしたらあの血液はその少女のものなのではないか。そんな想像が頭をよぎる。いや、どう考えてもそうやろ。何せよ今学習棟は完全に封鎖してあり、誰も入ることができないようになっている。それに今は授業中なのだ。僕は二人の少女に教室に戻るように言った。少女たちははいと返事をし、教室へと戻っていった。赤いちゃんちゃんこ、僕はなぜか嫌な予感がした。言葉自体にどこかしら不気味な響きがあるのだ。僕がそう言うと鴨泉警部補は、どうせくだらない格好の階段じゃない、何を気にしてるのよと小馬鹿にしたように言った。ただ場所が場所だけにちょっと気になります。いや、こんなもん鴨泉もさすがに気にしないと。明らかにその場所やんか。あ、ごめん、また間違えた、ボタン間違えた、ごめんなさい。学校のトイレに階段はつきものでしょ。いや、そらそうなんやけどさ。しかし叫び声も聞いたようですし、それに何よりあの大量の血液が、多分トイレで転んで怪我でもしたんじゃないでしょうか。それで今日も病院に行ってるとか。そう考えればトイレでの叫び声も説明がつくでありますし、それで間違いないと思います。まあね、小暮さんは自分に言い聞かせるように言った。確かに今の状況ではそれについて何とも言うことはできない。まあ全くわからないですからね。学校関係者の所在確認は柳井校長に頼んである。その結果、清美は小暮さんの言った通り病院に行っているということも十分あり得る。休みってことだね。どうした？すみません、お取り込み中申し訳ないんですが、これ清美の所在が確認できないってことじゃないのか。その連絡が来たってことじゃないのか。瀬尾さんはそこで一旦言葉を詰まらせてから、来た、
6年3組の生徒、井出清美さんの所在が確認できません。やっぱりな。いや、まあ、そらそうでしょ。そらそうでしょ。こんなもん誰でもわかる。僕たちは職員室に急行した。その間も瀬尾さんが事情を説明する。教師の所在は問題なく確認されたのだという。保護者の所在に関しておおよその確認を取れたものの、一部は連絡がつかない人もいるのだとか。しかしそれは大きな問題ではないだろう。共働きの親も少なからずいるだろうし、買い物に出かけてしまっている場合だってある。しかし生徒の所在が不明というのは事情がかなり違ってくる。この学校では生徒が欠席する場合、保護者から欠席届なるものが提出されることになっている。ウェブメールを通し学校と家庭の連絡を密にするというのがこの学校の売りでもあるのだ。井出清美に関してはその欠席届も提出されていないし、電話も通じなくなっているのだという。完全にあかんやんけ。井出さんに関しては今まで一度もこんなことなかったので。職員室に着くと井出清美の担任だという教師が不安げな顔で言った。くしゃーやめろくしゃーと、そこに携帯電話の着信があった。画面には編纂室と表示されている。僕は急いで電話を取った。おっと、もう電話の音マジ怖えわ。お、首里城か。どや具合は。インド警部ですか。どうしました。鴨泉に電話しようか、お前に電話しようか迷ったんやけどな。ほら、あいつの機嫌が最悪やったやろ。せやからお前に電話したわ。どうでもいいです、そんな話。せやな。ほら、さっき羽黒に血液の鑑定頼んだやろ。あれの結果が出たで。それを早く言ってください。お前もだんだん鴨泉に似てきたんとちゃうか。勘弁してや、これ以上編纂室に言いにくくさせんといて。どうでもいいですから。女や。あの血液は女のもんやて。まだ詳しいことはようわからんけど、人間の女のものであるいうあることは間違いないっちゅうことや。ほな頑張りや。ほぼ清美書くやんけ。あのちょっと電話は一方的に切れてしまった。詳しいことは不明だが、女性の血液か。鴨泉警部に検査結果を報告しよう。詳細が出るまであやふやなことは言えない。いやいや、ここは鴨泉警部に報告しましょう。僕はそのことを鴨泉警部に伝えた。となると捜査一課が出張ってくるでしょうね。そう言って露骨に嫌な顔をする。確かに鴨泉警部と捜査一課の佐々木一課長は経営の仲なんだ。居心地が悪くなる前にここを出ましょう。ほら、小暮君も行くわよ。警部補殿、お言葉ですが、あの血液が人間のものと断定されたからには少なからず事件性があるであります。それを放っておくのは、まあ確かにね、まあ、警備する必要もあるかもしれない。まあ普通に考えればですよ、まあ、オカルト的に考えれば、その赤いちゃんちゃん子みたいな化け物の仕業ということも考えられますけど、普通に考えれば殺人ですからね。殺人、まあ、それに類する事件が起きてるってわけですからね。この状態で警察が完全に引いてしまうというのもよくわからない話。小暮さんの言葉など意に介する様子もなく、鴨泉警部はさっさと荷物をまとめてしまった。だから井出清美の家に行ってみるのよ。住所はもう控えてあるわ。僕たちは小暮さんの運転で井出清美の家を訪問することとなった。電話で連絡が取れないとならば、やはりこうして直接家に行ってみる方法しかないだろう。まあね、まあね。おらんのはもう間違いないと思うけど、親とかも含めて、ね、ちょっと見とかなあかんからね。車は住宅街を縫うように走る。道幅が狭く、一方通行の大井地区のようだ。小暮君、次の T 字路を右。了解であります。鴨泉警報の声は学校に向かうときとは違って、どこか生き生きとしている。もちろん事件自体を喜んでいるわけではないだろうが、今回の仕事をいたずらと断定して編纂室に回してきた佐々木一課長の鼻を明かしたとでも思っているのだろう。しかも捜査一課より今の時点では僕たちの方が多くの情報を持っている。このまま捜査一課よりも早く事件を解決してしまおうという腹積もりなのかもしれない。ここは止めて。着いた。到着。鴨泉警部補は車が停車する時間すらも惜しむようにドアを開け、井出清美の住む家へと向かった。ええ家やん、やっぱ。お金持ちやね。学校からはそう遠くない住宅街の一角。鴨泉警部補はインターホンを押した。当然誰も出てこないでしょう。しばらくしてインターホンから、うっと、ひどく気だるいような女性の声が聞こえてきた。はい、井出ですけど、どちら様？警察の者ですが、ちょっとよろしいでしょうか。警察？警察が何です？ちょっとお話を伺いたいんですけど。はい、わかりました。今行きます。お手伝いさんかな。しばらくして玄関が開くと、中から一人の女性が現れた。娘がいなくなってるって割にはやばいぐらい冷静やもんね。僕は警察手帳を見せ、出てきた女性に質問した。
こちらに清美さんというお子さんがいらっしゃいますよね。はい、いますけど。清美さんは今どこにいらっしゃいますか？清美は部屋で寝てます。え？え？戸惑った様子で井出清美の母親は答えた。部屋に？部屋にいるんですか？具合が悪いらしくて、それが何か？そうですか。それは良かった。部屋にいるとなれば、あの血液は清美のものではなかったということだろう。あの出血量は小学生の少女なら致死量以上だということは間違いない。被害者は井出清美ではないということになる。そんなことを考えていると向かいの家の玄関が開いた。玄関から出てきた主婦がキョロキョロとこちらを怪訝そうな様子で伺っている。それに気づいたのだろう。井出清美の母親は、ご近所の目もありますから中の方にどうぞ。と僕たちを家の中に迎え入れた。いや、でもちょっと確認しとかんと何とも言えんぞ、これは。井出清美の母親、井出純子はどうやらつい先ほど仕事から帰宅したらしい。学校からの所在確認の連絡も知らなかったということだ。もちろん学校への欠席届も出していなかったそうだ。その顔にはどこか疲労感が漂っている。一つ動くごとにふうと大きくため息をつく。かなり疲れているのがうかがえる。どんな仕事をしているのかまで聞かなかったが、かなり時間に不規則な仕事であるらしい。僕たちは早々に話を切り上げようと早速本題を切り出した。先ほどの五十嵐さやたちの話では、清美は昨日の放課後問題のトイレに行ったということだ。その時の話を聞いてみれば、何かしら新しい発見があるかもしれない。わかりました。それじゃあ清美を呼んできます。ふーと大きくため息をつき、井出純子さんは2階へと上がっていった。しかし清美さんが被害者でなくてよかったでありますね。小暮君、被害者が井出清美でなかったとしても、誰かしら被害者はいるのよ。もう人の女性の血液であるということは確定してますからね。よかったなんて浅はかなこと言わないの。すみません。そこはまあ確定してることやから、まあちょっとね。それにある意味被害者が特定できないっていうのが我々にとって一番良くない状況でもあるわ。何から捜査していいのか指針も決められない。確かに犯罪捜査においての第一歩とは、被害者が誰であるか特定することから始まると言ってもいいだろう。まずは被害者を特定し、その被害者の交友関係などを洗い出すことによって徐々に犯人に近づいていく。通り魔的な犯罪でない限り、被害者の特定こそが犯罪捜査の立脚点なのだ。しかし、今回の場合はその立脚点が実に曖昧にぼやけている。分かっているのはあの大量の血液が人間の女性のものということだけなのだ。身元どころかその女性が何者かも。さらに言えば、実際に存在しているかどうかの確認も取れていない状態なのだ。まあ、実際に致死量クラスの血液が、だけが残って、例えばそこに遺体とかがないっていうのが、まずそもそもよくわからない状況ですからね。すでに亡くなってしまった人の血液だけが撒かれたという可能性だって否定はできないだろう。その可能性はある。つまり事件自体がどんな性質の事件なのかも明らかになっていないということになる。殺人事件なのか、傷害事件なのか、それとも事故であるのか、それすら全く分かっていない状態なのだ。しばらくして階段を降りてくる音がした。入り口の曇りガラスに少女の姿が映った。おそらく井出清美だろう。はい。ということで、まあ、井出清美引っ張りで次の動画に行きたいと思います。井出清美さんはやっぱりこの時点ではいたってことなんで、まあ、かなり真相に近いことを聞けるんじゃないでしょうか。はい。では見ていただいてありがとうございました。